けど、こんだけやっぱ切れてる車なんか最近非常に多いってことは、なんかそういう時期があるかもしれないから、容赦なく捕まえてる。この車も全部やらなくて、バイクもマジで気づかないから、バイクが一番気づかない。はぁーっつって、前はね、前の車に反射してるのでなんか確認できて、後ろはな、もう乗る前にまた確認したんですよ。なんだよ、むしろクソ台頭だから、台頭ファンが多いんだよ。台頭っていうか、多分そのなんかアケコンに近いスティックっていうのはやっぱ高いな。台頭ってだって、台頭のゲームってもうちのお父さんたち世代じゃん。台頭、うん、って言ってもゴリなんだけど、結局全盛期ってゴリゴリさんも今の台頭ってなんか何も面白くない。電車で5ぐらい。ああ、そう、久々に電車で5はあるんだけど、電車で GO だって置いてるとこもう何もんなことあんの。エビナにあったよ。宮城じゃん。あれ滑ったの、あれ家庭用で出たんでしょ。いや電車で GO 一応買ってる。電車で GO 面白いけどね、嫌いじゃないですけどね。ただ私はなんか停止線で止まるのは下手くそ人間なんで、いつも通過する。大体通過するんじゃないの。でもブーン、でもあの飛ばすのゲームどっかを見ても復活してほしいな。あれもそもそもあったよな。あれも大体停止線で止まんないで怒られる乗客に。飛ばすだったら彼女の立場でやっぱりしてくんねえかなとか。金中バスとかであったら絶対欲しい。イニシャル D の矢吹峠限定で金中バスとか走らせろ。そんぐらいの粋なことしてくれてもよくねえよ。それあえてツイートしたらなんかやってくんねえかな。いや、違う、登山できないかもしれない。充電ない。バッテリー持ってきてないんだよ。充電できてあったっけ、話だったね。動いてみる。あ、やったらやってると思うよ。今日に限って忘れてたし。あんたが車に置き去りしてたやつ、家に持ってきたの。持って帰っちゃったし。いや、持って帰ったって。危ないから。ダメだ、爆発するよ。今年は特に、やばい酷暑だから。暑くもないし。余談ですが、今日緑がかなり寒いらしい。
50キロぐらいでいいよ。もう疲れた。じゃあそこで何か食べる？いいか。どこ？あの。あ、でもじゃん。あ、いい。いや、やめじゃくなっつって。やめ？あ、やむら。乗ってんだろうね、あのトラック。これクラウンだろ。